生の、なんか、たくさん、あの、私たちみたいな心霊の YouTube とか、うん、テレビの番組とかって、まあ、あるじゃないですか。うん、逆に、幽霊の研究をしてる科学者って、いるの？どれくらいっていう。ああ、どれくらいかかんないけど、めちゃくちゃいるよ。あ、そうなんですか。霊能力と、心霊研究家の人たちは、ちょっと違うのかもしれない。霊能者は、照明の仕様はないけど、見えてます。誰々がいて、どこどこにいて、何をしててっていうだけだけど、心霊研究家の人は見えてないけど、見えてない存在を、例えばなんかこういうダウジングみたいなやつだったりとか、電磁波をキャッチする装置みたいだったりとか、いろんな技術を使って、なんとか見てやろうっていう人たちだから、そもそも同じことをやってるようで、土台、ベースが全然違うような人たちだから、心霊研究家の人たちは、研究してるけど、決して誰も見えているわけではない。ああ、じゃあ、その人たちは割と否定派というよりかは、いるからこそ見たいっていう人の方が多い。見てみたいし、過去の事例で証明できていないものを証明したかったりとか、っていうことで頑張ってる人たちはいっぱいいると思う。量子物理学とかって、あれなんですよ。実は、顕微鏡で見えたりしてるわけじゃないんで、全部仮説なんですよね。それが、あるってしないと世の中の、例えばですけど、お箸とかコップとかこれらすら成り立たないんで、正解ですっていう風になっちゃってるだけなんですけど、実際問題どれが正解かって全然分かってないんで、だから面白いですよ。だって地球だってあれですからね、一番深いところで人類って 12km 下までしか知らないんで、12キロしか掘ってないってことですか？はい、12キロ以上地面掘ったことないんですよ。もう、いわゆる、もう、11キロぐらいで絶対マグマに行っちゃうってことなんですか？いや、っていうわけでもないらしいんですよ。全然余裕があるらしくて。はい、ただ、掘らないらしいんですよね。掘らないのか掘れないのかわかんないですけど。なんだよ。あれだ、俺でもなんかなんだっけな。月だか、火星だかは、はい、実はなんか空洞なんじゃないか。あ、月ですね。月ですか？はい。聞いたことあります。月は、あの、大きさの割に、何ですかね、軽すぎるらしいんですよ、天体が。でかすぎるし、軽すぎるし、位置的にも場所おかしすぎるらしいんで。位置的にってどういうことですか？その、月と太陽、あ、月と地球の位置って、位置ってことですか？あ、そうです。今ある位置が。はい。地球に小惑星が激突して、削り合って、ちっちゃい方と大きい方で分かれたみたいな感じで考えるのが一番可能らしいんですけど、だとすると質量が重くないと自転しないらしいんですよ。で、質量が軽すぎてるのに重力がしっかりあって、なおかつ地球との距離を保ってて、かつ地球から見て日食っていう月と太陽が全く同じ大きさで重なる状態になることって、天文学的にありえないらしいんですね。その月は、これ、もう何でもないですけど、都市伝説的な。はい、都市伝説ですけど、構造上ですよ。構造上、惑星と考えるより、宇宙船と考えた方がしっくりくるらしいです。わでも中身空っぽだし、で、鉄の塊、しかもなんか、忘れちゃったけど、本来人工物である加工物質があるんですけど、それが月って地球の100倍あるらしいんですよ。でそれが自然発生的に生まれることってありえないらしくって、で、惑星がちっちゃいと重力って強くなるはずなんですよ。だって重力地のところに近くなるんで、僕なのに地球、あ、月ってむちゃ軽じゃないですか、はい、あれふわ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 浮いてるのって宇宙空間にいるからだってわけじゃなくて、重力がすごくないってことは中身がすっからかんで軽いってことなんで、質量がないんですよ。地球から考えたあの場所にあって、なおかつ肯定するには宇宙船って考えないと成り立たないらしい。いや、なんか最近アメリカがその月に行くお金がないから、予算が集まらないから、はい、何年まで行かないとかっていうなんか声明を出したっていう。はいはいはい。それっていわゆるちょっとアメリカが月に行かないって言ってるんだよ、何年も。でもそれっておかしいんじゃねえかみたいなことを、なんかちょっと都市伝説的に書いてた人いましたけどね。いや、面白いですね。それはもうその間に、実はもうアメリカ行かないって言っといても行って、なんかわかんないけど、メンテナンス。まあ、それが宇宙船なのだとしたら、メンテナンスするんだとか、月に行って、秘密裏に行ってなんかするみたいなことがある。だって何年も行かないってこと。もう月の正体は分かってて、アメリカは。アメリカがだって初めてさ、
ついたって言ってるももちゃん付きって、うん、いわゆるその地球は青かったっていう、あれもあのだって映像もちょっと嘘くさい、なんか作られたものなんじゃないかっていう話もありますもんね。アメリカのさ、そのこう月になんかこう旗を立てて、このなんかあの宇宙服着てこうやってやってるんだけど、その旗がパタ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 って揺れてるの。でっていうの言われたりしてるよ。中国のこの前月に探査機を着陸させましたね。あ、そうですね。で裏側に初めて行きました。月の裏が激肝モなんですよ。クレーター多すぎて、あのハスコラとか見れない人は絶対見ない方がいいです。クレーターってあのボコってなって、そうそうそう、